大崎入ティは、東京都品川区大崎の再開発地区、超高層ビルが立ち並ぶ。品川区が1978年12月、大井戸、大崎、さらに五反田を結ぶ、都市軸を形成し、副都心とする長期基本計画を策定したことをきっかけに、ここを発祥の地とする日本成功をはじめて OC、官業不動産など11社、 個人3人で1981年8月、再開発準備組合を設立。都市計画決定告示を経て、1983年8月、大崎駅東口第地区市街地、再開発組合を設立。翌年1月に着工し、1987年1月に、竣工、開業した。星製薬や日本製鋼の大崎工場跡に、 整備された大崎入手ィは低層間2階屋上にあたる部分を人工地盤にして中庭を設け緑と噴水、彫刻、イベント広場などを作り山手通りをまたぐ屋根付きの歩道橋で大崎駅と直結また大パテを取り囲むように4つの高層ビルを配している建物外観は温かみのある城を基調としたこれは 従前の工業地帯の暗いイメージから脱却しようとする組合委員会員の意向として明るい建物をそのまま表現した。管理、運営は、帝王市、日本土地建物、日本製功などが出資した大崎再開発ビルが行う。大崎ニューシティは、大崎福都心整備における先駆けとして建設され、この後、ゲートシティ大崎、センクパーク、大崎ウエストシティタワーズ、 ソニーシティ大崎、パークシティ、大崎などが全時完成している。ありがとうございます。